なわかいな、この頃は店が残ったじゃない。たくあんが最近のしなびとるな。うん、お前もさ、人生ってものは少し分かっただろ。まあこんなことでぷよぷよしないでな。してない。私したいことがいっぱいあるもん。結婚なんて隠そう。陽子、はい、家に帰ってこい。もう一人でマンションの中にいることないだろ。私もうしばらく一人でいたい。私の仕事は夜中までしなきゃならないときもあるし、集中しなきゃできないわ。家族の中にいるとどうしても気が散るわ。今は思いっきり勉強して自由でいたいの。よくが出てきたのもよ。お願い好きにさせて。いちご食べたい。
今年もそろそろ。おいしい。食べなさいよ。父親はね、娘と一緒に歩きたいもんなの。友達に見られちゃって、恋人と間違えられたの。まあ、そうか。父さんもマンダラじゃないんだね。冗談じゃないわ。私の立場ないでしょ。親子に住んで二下げて歩くわけにいかないんだから。あいつとだと、うちが手伝いになったのかなと思われちゃって、私のメンツは丸つくれ。あ、そうですか。私も真っ暗で、意外と小娘とか一緒に歩いてたらさ、父さんと人格に変わるんですよ。家族を大事にするんだろう。家族の思いなんて、本当に。女がな、そういう考え方をし始めたら、女房の仕事も母親の仕事もなくなるんだぞ。分かってますよ。分かってるから悩んでんじゃん。悩むのが間違ってる。本日からで迷うんだったら仕事辞めるんだな。でも砂糖入れたら焦げる。うん、嘘でしょ。嘘でしょか。一緒一緒。こっちは焦げんもん。そっちは焦げるよ。砂糖入れとるけ。砂糖入れたら焦げるよ。こんもりすんないよ。いや、それ分かってる。それは分かってるよ。
そしてあれ？ネギがあると美味しいなこれな。美味しいな。それ飛び出す。ネギあれ取ったら何あれあの腐るのそれからまた伸びる。飛び寄るんやお母さん。いやいやじゃあ伸びるネギは。うんネギはなそこの畑たネギない時に一本だけあったけんなここにあったけんこっち植えたんよ、うん、どがいなかろう思ったん元気になりよる。あれに喧嘩商売にネギ汁だけにしな大五郎じゃない。昨夜のご飯が全然しんきなかったあれは。何が柔らかったのご飯、うん、だってこれ55分で炊けたの入れた時間となった時間測っておったから、うんうん、冷や言うことなからなこれ昨夜冷や言うことは、うん、すぐ冷えとるお汁もこれも言われんとってさいや分かるってでも、まあ、寒いも汗が痛いの寒って寒いな純金の頃がたったの2両か。本物でございません。箱の中身も、私は確かにお手配通りのお知らせでございますが。いや、ん？もんたら洗濯をしとかないけん、お天気の時に思えたのに、忘れしまった。別に風呂入るって、その時で。でシャワーやけん別にいいよシャワー振りで。いやね。金箔の偽物でした。偽物？あ、日本橋の相模屋に盗人が持ち込んだのですが、ただし現物は浜松に持っていかれてしまいました。わずか2両。これが偽物とはもう。あるいはこれが滝川の命取りになるかもしれない。豆美味しいかな。何豆？豆。うん。Thank you.
昨夜暖房つけなかったら寒って出ないかった。寒いで。そっちもストーブつけてない、つけてないし、裸足やしな。足がいて。お母さんな。靴下履いて寝ることにして。夜中にトイレ行こう、お母さん。その時に足が冷やいんよ。こうやって。なんとこのあの、秋は、おばちゃん靴下、こうやってきたけん、寝る時に履きなさい、いや、言うて。あの子は優しい子。お正月には必ずお年玉を。早すんだ、ご飯。寒いな、ほんと寒い。今日はこたつがいい。何いいってどこだ。こたつつけてるな。こたつつけることは一人じゃったらないんだよ。布団の中入って昼間も。うん、なんでそんなことするの。電気代がちっとでもよかろう。まあ、時期を持って眠とうなろう。でも布団に入ったら眠帰ろ。テレビは見にくいけどな。豆も来てないよ。ゆうべ歌あったと。知らん、知らん、猫です。知らなんだ、お母さんも。こちら浦和2勝2敗、前日の横綱大関戦で2勝2敗です。豊昇龍は霧島と二大関を破っています。今日で横綱大関戦が終わる浦和。新大関、今日が序盤の締めくくり。大関になっても気持ちは変わらない。初優勝を目指して強い気持ちで相撲を取ると。お昼よりご飯が少ないな。ああ、うん、取るいいえ、お、じゃあ、ちょうだいよる意味じゃないよ。昼より少ないよだけで。難敵浦。教授木村翔太郎。叩いてんじゃない。よく。
張り込んだ。負けた人誰ですか。大関になってもらったね。はい。とたのだから。なんと今場所も宇田は三大関を破りました。裏。今日も変わらず右足から踏み込んで諸差し狙いの立ち合いの琴ノ若、胸を合わせに行きましたよね。そうですね、はい、うまく裏がこう開いてですね、肩透かしですね、はい、あ、張っていってるんですね、今日の琴ノ若。最後に捕まえに行ったっていうんですかね、はい、はい、やりづらさのようなものがあるのかどうか、胸を合わせに行ったんですが、そこを引かれたのかと、ね、そうですよね、まあ大関としたら安全な相撲を取ろうと思ったんでしょうね、はい、しかし、うまいですよね、うまいですね、いや、お見事でした。向正面の高田川さんも同じ二所ノ関一門で琴ノ若とご覧になっていますけれども、親方、はい、今日の相撲どうでしょうか。そうですね、ちょっと今日は琴ノ若、あの立ち合いちょっと合ってませんでしたね。合っていなかった、はい、ちょっと立ちづらいなっていうのでちょっとふわっと立ったんで、ちょっといつもより腰高でですよね。ああ、ちょっと間がありましたね、確かに、はい、そこをまたあの下から押っつけて起こそうと思うところをまず肩透かしですね。いやー、もうちょっと立ち合いから圧力をかけたらまた流れが変わったんじゃないかと思いますけどね。今親方向正面の放送席の近く裏が通っていたと思いますが、いや、すごいですね、はい、もう声援で自分が喋ってることが聞こえなかったですけど、そんなですか。いや、しかし裏を親方、はい、大関3人破りましたよ。霧島豊昇龍、元気な相撲を地元で見せてもらって本当にすごく盛り上がってますね、はい、残りも頑張ってもらいたいですね、はい、膝の怪我を乗り越えて小結びに上がり、今場所跳ね返されましたが、東筆頭ですから勝ち越せば三役復帰が見えてきます。太田さん、敗れた琴ノ若ですけど、今日はどうでしたかと聞いたんですが、しばらく考えて切り替えていきますと、その一言だけでした。いつも通りと言ってるんですけど、花子さん、ちょっとこれ、そうですね、まあ、立ち合いのタイミングが合ってなかったんですかね、ですね、やっぱりこうちょっとこう腰高になってしまったところがあったと思いますね。新大関になって、まあ、もちろんここまでは挑戦者の立場で、今度は負けられない立場に変わった。そうですよね。放送席、難しさもあるかもしれない。はい、どうぞ。放送席、琴ノ若関に勝ちました宇良関です。おめでとうございます。ありがとうございます。肩透かしが今日も決まりました。相撲内容どうでしたか。はい。精一杯頑張りました。今日、大関相手にどんな相撲を取ろうと考えましたか。思い切って頑張ろうと思いました。日に日に声援も大きくなっているように感じますが、勝った後の声援どうお聞きになりましたか。ああ、なんかちょっと感じる余裕がなくて、申し訳ないです。本当に大歓声でした。横綱大関戦が続いて3人の大関に勝ちました。この序盤戦どう振り返りますか。まあ本当は、まあ、残りの相撲も大事に取っていきたいですね。自信につながりますか、どうですか。ちょっとわからないです、すみません。東の筆頭ですから三役復帰目指すところかと思いますが、この先に向けてどうでしょうか。はい、精一杯頑張りたいと思います。ありがとうございます。その人らいかいの裏関でした。はい、今場所最大の注目、新大関の琴ノ若を破った裏のインタビューは戸部アナウンサーでした。琴ノ若が敗れて、上位がなかなか安泰の日がないこの春場所、今日もですから最初に登場の大関が敗れたということになりました。まあ、裏が頑張っているのでこれはまあもちろん盛り上がるところなんですけども、はい、そうですよね、はい、琴ノ若大関もちょっとこう腰高で立っちゃったっていうのがやっぱりですね、そうでしたか。裏が怖いのはやっぱりそっと出てくるのが怖いと思うんですけど、はい、その辺の駆け引きがやっぱりあると思うんですよね、
そのあたりが立ち合いになったのかもしれませんね、さあ地元関西出身兵庫県は芦屋市の大関貴景勝どうでしょうか。今場所8回目のカド番、2日目阿炎に敗れましたが3勝1敗です。首の状態が心配されているんですけれども、花子さんの目から見て貴景勝どうですか。そうですね、あの連続以降来なかったので様子はちょっと見れなかったんですけど、まあでも しぶとい相撲を取ってるので大丈夫だと思いますけどね。しぶとい相撲とそんな印象なんですね、はい、今日の相手が熱海富士で過去2回の対戦、あの優勝決定戦も含めれば3回いずれも貴景勝が勝っていますが、この決定戦で変化をしたあたり相手の力を認めているんだと思います。先場所の対戦ではかなり激しく熱海富士の方も突っ張って熱戦になりました。大関の方から中に入る相撲で寄り切りで勝ったという一番がありました。熱海富士は今場所ここまで2勝2敗です。軍配が返ります。初めて貴景勝に勝ちました。貴景勝は3勝2敗です。